ラムちゃんどこにいるの？今行くよっす。僕抜きで始めないでね。みんなこんにちは。僕たちパジャマパーティー中なの。正確に言うとユニコーンのパジャマパーティーだよ。みんな、サムも私も超楽しんでるんだ。素敵。でも何かが足りないね。足りない？見て、ユニコーンのものが何でも揃ってるのに。これでも足りないの、サムチン？それに僕何が必要か分かってるの。本物のペットユニコーンだよ。いいね、サムチン。でもさ、ユニコーンのスペースがないと思うんだ。そうだね。じゃあユニコーン半分は？そうだね、ユニコーン半分だったらスペースを見つけられるかな。僕たちユニコーン。みんな、今日は家に新しいお仲間がやってくるんだ。魔法のユニコーンだよ。半分サイズだけどね。大丈夫、ペーパークラフトのユニコーンなんだ。この動画を作るためにユニコーンを傷つけたりはしないよ。よし、ユニコーンの魔法一つまみがあれば大丈夫。あとたくさんの紙ね。うわぁ、大きなユニコーンになるね。うん、それに豪華なたてがみが入ってるんだよ。夢みたい。ところで、この工作には厚紙を利用する方がいいよ。そうした方が長持ちするからね。たくさんのパーツがあるね。どこから始めよう。それは決まってるじゃん。角からだよ。イエーイ。どんなユニコーンでもある特別な特徴だからね。それに魔法の源なんだ。うわぁ、綺麗。早く組み立てようよ。ありがとう、サムチ。ユニコーンの工作ではいつも大活躍だよね。だって僕ユニコーンが好きなんだもん。みんな、僕たちの他のユニコーンの動画を見てくれた？ぜひ視聴してね。ところで、この動画の説明にリンクを載せておいたんだ。ここからこのユニコーン工作の同じテンプレートが手に入るよ。スリックスライムサムの英語のハッシュタグで自分の作品を投稿してね。いいね。僕たち絶対みんなの作品チェックするよ。できました。出来上がりを見てよ。でもこれ角に見えないよ。そうだね。でもこれを組み立てないといけないんだね。長い点線と短い点線があるでしょ。うわー、これ難しいね。間違えちゃったらどうするの？実はこれ簡単なの。長い点線は谷折り、自分に向かって折るんだよ。これは谷折りだね。それからここは反対向きに折るの、山折りね。わかった。やばい、簡単じゃん。できた。あとはつなげるだけだね。それってこれが必要？サムチン、このテープで全てのパーツをもっと簡単に固定できるんだ。ユニコーンが壊れちゃったら嫌でしょ。いやー、そうだね。ユニコーンは大事だもんね。落ち着いて。みんな、高評価でサムを応援してあげて。これで元気になると思う。さーて、もう少し。これで角が完成だよ。次に進むのが待ちきれないな。はぁ、パーツがたくさんあるね。サムチン、どう？谷折り、谷折り、山折り、谷折り。うわぁ、たくさんあるね。うん、サムが忙しくしてる間に私からアドバイス。説明に沿って全部をステップバイステップで組み立ててね。私はこれから始めようっと。すぐにくっつけていいよ。後で混乱しないためにね。終わったよ。もっとお仕事ちょうだい。サムチ、ゴミを全部捨ててくれる？この山ですぐにテーブルがいっぱいになっちゃいそうだから。マスターサムにはちょろいもんだよ。すぐ片付けるからね。ありがとう、サムチ。さて、最後のアドバイス。テープが見えるかな？これをパーツの内側に事前に貼り付けておくの。そしたら合わせるだけで済むんだよ。簡単でしょ。対応する数字を見つけて貼り付ける。こんな感じに。じゃーん。うわー、これ本当にすごい。それにこれ何？花みたいだけど、わかんないや。サム、説明書見た？この辺にあったと思うんだけど。多分ゴミ箱に捨てちゃった。大変だ。僕探してくるね。待って、サムチ。ちょっと大丈夫。パニックにならないで。説明書をタブレットで開いたから。なんで初めからこうしなかったんだろう。じゃーん、これで安心。僕ユニコーンにさよなら仕掛けたよ。でもサムとスーは簡単には諦めないもんね。でしょ、みんな。それにサムは絶対パニックにならないでしょ。ちょっと。みんな見て、ほとんどできたよ。
完成が待ちきれないね。楽しみだな。ふう、僕何したらいいの？そうだね、残りのパーツを折ってくれる？僕そのミッションは置いてるよ。他にはないの？あ、サムチン、そうだよね。今考えるね。そうだな。はい、このパーツでこの部分を組み立て始めて。オッケー。これ何の部分？面白いものだよ。出来上がったらわかると思う。わあ、僕面白いの好き。ありがとう。スーがしばらくかかってくれるといいけど、こっちが追いつかないよ。みんな、私たちみたいにユニコーンが好き？イエスなら高評価してね。何人のユニコーンファンがいるか知りたいんだ。サムはどうしてるかな。私これを置いてサムを手伝わないと。みんな、たてがみがほぼ完成したよ。できた。簡単だったよ。終わったの？本当に？もちろん、僕がペーパークラフト好きなのは知ってるでしょ。サムチン、テープで固定までしたんだ。わあ、うまくできたね。さすが。僕はユニコーンのためだったらテープも怖くないの。そしたらマスターサムさん手伝ってくれます？一緒にやったら早く終わるよ。うん、もちろん。お助けマスターサム。ほぼ完成だよ。私たち頑張ったね。必要であればお休みをとってね。休憩は大事だよ。スー、これ必要なの？よくできたね。うん、そうじゃないとユニコーンを壁に飾れないんだ。写真フレームみたいに飾るの。そうしたら簡単に動かせるでしょ。スー、ベッドの上にかけようよ。お願い。よし、決まり。私もそう考えてた。できた。壁にかかったユニコーンがどんな感じか見たい？それではお楽しみあれ。うわー、すー、素敵だね。うん、サムチ、綺麗に仕上がったね。まさに魔法の生き物。パーティー大成功。タタタタ、みんな気に入ってくれた？チャンネル登録してくれたらもっとユニコーン動画を作るよ。じゃあ僕たちパーティーに戻るね。バイバイ、みんな。ユニコーンダンシングの時間。ふうふう。